さあメッセージまだ来てますか。はい、来てます。内田福さんからです。今日のテーマ曲がるで真っ先に思い浮かぶのは何といっても石岩島。おう、沖縄のお土産屋さんには石岩島とプリントされた T シャツが並び、観光客も喜んでそれを着ています、はい、先日東京に行ってきた時に驚いたのは、原宿や浅草寺、あ、浅草などでも石岩島の T シャツを販売していたこと、うん、そうなの。え、そうなの。で、店頭の石岩島についての説明文は沖縄の魔除けですとありました。説明が大幅に間違っているだけではありません。間違ってるわけではありませんが、東京の女の子たちが喜んでそれを買っているのを見ると、うん、誰も寄ってこなくなっちゃうよと思わず教えてあげたくなりました。なるほどね、ちょっと大雑把な解説だね。石岩島東京で売ってんだ、ね、いざ気にしてね、どういう風に見えてんだろう。なんかあれじゃないですか、外国人が意味不明な感じをタトゥーするみたいな。あー、そういう感じかしら ね、 ね、沖縄っぽいんじゃんって言って沖縄っぽいんじゃんっていう感じね。俺沖縄っぽいんじゃんって言ってどこの出身したかもはやわからないけど、もう一回って、これ沖縄っぽいんじゃんおかしいどこだろうね、この人。分からんけど、分からんけど、そんな人が買うんですよ、ね、わざわざ沖縄のものを東京で買う、買うのね、いるんですよ、ね、え、なんて言って買うの。これ沖縄っぽいんじゃんごめんね、4回もさせて